はい、どうも大吾です。というわけで本日もですね、独断と偏見の科学的根拠をもとに解説していきたいと思います。はい、ちょっと変えましたけどね。はい。本日のテーマは、来年こそ新しい習慣を身につけるための心理学知識トップ5ということでやっていきたいと思います。今年も何もできなかったとか思う方いると思うんですけど、頑張って何かがね、達成できることってほとんどないんですよ。僕らは、その、何を頑張るかって達成を頑張るんじゃなくて、達成に至るためのなんか習慣みたいなものを作って、でこの習慣を身につけると、そしたらあとはこの習慣が続いてた時に、まあ、遥かな高みにたどり着くわけなんですよ。そのゴールにたどり着くまで自分の意志の力をちゃんと発揮できる人なんかほとんどいないわけなんですよね。だからまあ魔法はないんですよ。で、逆に言うと、じゃあ一番魔法に近いものは何かっていうと、この一回一回のですね、変化ってのはほとんどなくて、ほとんどの人が挫折したりとか諦めたりとか、やる気がなくなっちゃったりとかするような、そういう作業を続けれるようにする技術。魔法があるとしたらこれです。はい。もう永遠に続けられるように、自分の行動をデザインしていくっていう習慣化のテクニックがですね、まあ人生における大きなインパクトを僕らに与えてくれるわけなんですよ。で、今日はですね、そんな、今年何もできなかった、あれもやりたかった、これもやりたかったって方はですね、目標を決めるんじゃなくて、習慣を作るってことをやってほしいんですね。で、この習慣を作る時のルールってのを今日は紹介します。それでは行きましょう。第5位です。第5位は、小さすぎる報酬を利用するです。はい。よくね、何か自分の意思で頑張ろうと思った時に多くの人が言いがちなのは、自分に大きなご褒美をあげちゃうんですよ。で、そもそもご褒美が先になっちゃったりとか、大きすぎるご褒美のせいで目標がで、ね、ダメになっちゃったりとか、例えば、今日はちょっと頑張ってジムに行っちゃったし、焼肉行っちゃう、焼肉だとラーメン行っちゃうみたいな風になったら意味がないわけじゃないですか。そういう、その、でかすぎるその ご褒美ってダメだし、あとは、そのご褒美を大きくすると、下げれなくなっちゃうんですよ。習慣って無限に続けられるように作るのが大事なのにもかかわらず、いちいち達成するたびに自分にですね、例えばじゃあ1000円使っていいとか1万円使っていいとかご褒美あげたらお金の方がなくなるでしょ？っていう風になるとやっぱ問題が出るんですよ。ところがね、最近の研究によるとですね、このご褒美がちっちゃすぎるご褒美だった場合は、どうやら習慣化のサポートになるということが分かってるんですよ。どういうことかっていうと、例えばジムに行くことができたら、まあ行った時だけ、じゃあ例えば自分の好きなオーディオブックを聴けるとか、アニメをちょっと見れるとか、ランニングしてる間だけアニメが見れるとか、例えばですけど、そういう風にチロルチョコ1個ぐらいのレベルですよ。でも実際に研究だとチロルチョコ1個以下のご褒美とかをあげたりとかしてるんですけど、ちっちゃければちっちゃいほど良かったみたいです。ご褒美というのは。ただ他のところではそれは与えないっていうのいう条件とかもあるんですけど、はい。そういうものがですね、実は僕らのモチベーションを高めてくれたりとかするわけなんですよね。なんで、この小さすぎるですね、ご褒美を利用するというのはぜひ、やってみてください。はい、続いていきましょう。第4位。第4位は、タイニーハビットを使うです。はい、タイニーハビットというのは、小さい習慣、超ちっちゃい習慣という意味ですね。はい、これね、フォグさんという研究者が出したタイニーハビットというモデルがあるんですけれども、これ何かというと、ちっちゃい行動、ほんとちっちゃすぎるような行動から徐々に徐々にですね、習慣をでかくしていく方が習慣って身につくんだよということなんですよね。ちっちゃくちっちゃく始めて、でもこれ毎日続けられてるよねっていう風になっていくと、僕らって自然とその新しい習慣に手をつけるっていう癖ができるんですよ。だから習慣って、みんないきなり習慣を設定して続けようと思うんだけど、最初作るべき習慣はタイニーハビッツ、要するにちっちゃすぎて手をつけるだけの習慣なんですよ。例えば筋トレをしようっていう風に思うんだったら、まずはじゃあ朝起きてからマットを引いて、そこで腕立てを 1,2,3 回だけやるとかみたいなのでいいんですよ。で、これをしばらく続けて、もう朝起きたら歯磨きをするがごとく腕立て1回とか2回とかできるっていう風になったら、手をつける習慣ができたってことですよね。この手をつける習慣を作ってから徐々に回数を増やしていこうぜって話なんですよ。勉強とかでも何でもそうで、問題集を開いて読むだけとかでいいんです。解かなくてもいいんですよ。読むだけとかでもいいんですよ。そういう手をつける習慣を作って、これが習慣化してから本ちゃんの習慣に移っていくってやり方ですね。はい。これ結構いいやり方だと思うんで、ぜひ使ってみてください。悪い習慣をいい習慣に作り変えるときもですね、このちっちゃい変化っていうのをね、利用できて、スマートチェンジっていう悪い習慣をいい習慣に変えるのにね、結構おすすめの本があるので、これ一応概要欄の方に入れておきますので、よかったら見てみてください。はい。悪い習慣直したいって方なんかおすすめです。ディーラーでもですね、悪い習慣を徹底的に直すための科学とか紹介してますんで、興味ある方はぜひそちらも見てみてください。第4位でした。続いていきましょう。第3位。はい。第3位は、何が何でも66日続ける癖をつける。
です。はい。これ、ロンドン大学の研究だったと思うんですが、ラビーさんという人がやってた研究だったと思うんですけど、2010年ぐらいの研究ですね。新しい習慣をですね、作るのに平均で66日かかるみたいな、研究が出てるんですよ。僕らってちっちゃい習慣でも66日続けないと、どんな小さい習慣でも身につかないわけなんですよね。だからその筋トレをするとか何でもそうなんですけど、ちなみにね、ジムにね、通うみたいな、重い習慣になってくると200日とかかかるんですけど、だいたい66日続ければいいわけなんですよ。なんで手をつけるだけで構わないので、この手をつける習慣を少なくとも66日続けてみてください。バカにするされるぐらいの習慣で OK です。バカにされるぐらいちっちゃい習慣でも66日続ければ手をつける習慣はできるんですよ。手さえつけれれば意外となんとかなるので、やり始めたら結構楽じゃん、勉強でも運動でも。なんでぜひですね、手をつける習慣を66日間やってから本ちゃんの習慣に移るっていうのをやってみてください。だから1月とか2月みんな意気揚々とさ、無茶な習慣とか目標を立てるんですよ。でこの間はもういや、自分はとにかく手をつける習慣を66日やるだけだと思って66日やってもらって、みんなのやる気が落ちてきたところで一気にブーストするんですよ。気持ちいいですよ、一気にこうグッと追い抜けるんで。僕もねよくそれやってるんですけど、みんながやる気なくなってきた頃にですね、自分のやる気がガッと上がっていくのは結構ね、楽しいもんなんで、ぜひですね、楽しむつもりでやってみてください。では続いていきましょう。第2位でございます。第2位はマジックナンバー4を利用するです。はい。マジックナンバー4って何かっていうと、実はね、人間がね、何かを習慣化するのに必要な頻度の研究っていうのがあるわけなんですよ。これ具体的に言うと、1週間の間に4回、一週間の間に最低4回以上できれば、僕らは習慣が身につく可能性ってなんかすごく高まるんですよ。ところが、これは週4回以下になってしまうと、習慣化が難しくなるんですよ、かえって。だから、ジムに週2で行くっていうのもいいんだけど、でだったら、ジムに週2で行って、それ以外、例えば平日とか他の曜日とかにも構わないんでね、ジムに行って軽めな運動でもいいし、あるいは家でね、腕立てするとかでも何でもいいので、運動をする習慣っていう風に大きく捉えて、週4以上やってみてください。これをするだけで、習慣化のですね、確率がめちゃくちゃ上がるんですよ。逆に週4以下、2とか3になっちゃうと、やっぱね、続きづらくなっちゃうんですよね。だから2日に1回やるぐらいの、ペースで考えてやってあげた方が物事って続きやすいので。で、これは、時間の幅は関係ないです。で要するに、例えばジムに行くってことを習慣化しようと思った時に、じゃあ週2でジムに60分ずつ行くよりも、週4でジムに30分ずつ行って運動する方が、習慣化がですね、習慣が定着する可能性は高まるので、ちっちゃくね、細切れにして、週4でやってみるというのは結構おすすめですね。はい。そして、堂々の第1位です。このね、トップ4をやって、5位から2位までをやってもらったら、第1位をやってもらいたいんですよ。で、第1位ができるようになったら、もう皆さんは習慣の面では勝ち組です。第1位はですね、カップリングを身につけるです。カップリング。カップリングっていうのは習慣のペアリングっていう言い方もされるんですけど、これ簡単に言うとですね、僕らって、そもそも習慣になってるものに新しい習慣を乗っけちゃった方が、ゼロから新しい習慣を作るよりも身につきやすいんですよ。例えば朝起きて歯磨くでしょ？朝起きて歯磨いたら運動するとか、ね、夜会社から帰ってくるじゃないですか。帰ってきてコートを脱いだらこれをするとか、まあ、それはバッグを置いたらこれをするとかっていうふうに、毎日必ずやることに結びつけた新しい習慣をくっつけていくんですよ。こうするとね、一気にですね、習慣化の確率が上がるわけなんですよね。こうすると難しい習慣も結構身につくし、一回身についたら忘れないようになるので、僕なんかもその腕立てとかね、しょっちゅうできるのはそういう理由があったりとかするんですよね。このカップリングって結構重要で、何かの新しい行動を身につけるときってキーになる行動が必要なんですよ。で、これを毎日のように必ず行うことをキーにですね、設定するとやっぱできるようになるんですよね。なんでぜひ皆さんもですね、このカップリングやってみてください。よくカップリングとか、このハビットチェーン、習慣の鎖って言って、カップリングしまくってこう習慣を鎖みたいに繋いでって、もう普通の人がだったらかなり難しいような習慣とかをですね、ゴリゴリできるようになるための方法なんかも D ラボでは解説しています。はい。まあ、1個習慣を身につけたらね、その1個目の習慣さえやってしまえば、残り5個とか6個ある習慣がダーって一気にですね、自動で終わるって風になったら、毎日相当なことができるようになるわけじゃないですか。これで目標達成ができるように、勝手にできるようになるので、ぜひおすすめなんでやってみてください。本で読みたいって方は、僕超習慣術って本で習慣化のテクニックとかまとめたりとかしてるので、これ読んでいただいてもいいですし、あとは最新の論文とかだと、この超習慣術には入ってなかった気がするので、そういうの見たい方はぜひですね、この動画の概要欄の方からですね、 D ラボ続き見てみてください。 D ラボで習慣化とか習慣で調べると結構いろいろな研究が出てきますので、ぜひ試してみてください。それでは、皆さんがですね、来年こそは何か大きな目標達成できるのをお祈りしております。それではまた次回の放送でお会いしましょう。バイバーイ。